アンデルス・ローゼンクランツ・リンデーゴアは、デンマーク・オーデンセ出身のサッカー選手。ヘルシンボリーフ所属。ポジションはゴールキーパー。デンマーク語の発音により、近い表記は、アナス・リネゴー。地元のオーデンセ BK でキャリアを開始し、2006年11月19日のシルケボーイフ戦でプロデビュー。しかし、同クラブでは、出場機会を得られず、レンタル移籍を繰り返し、2009年には、ノルウェー一部のオーレスン FK に完全移籍した。ここで才能を開花させると、チームのノルウェーカップ獲得に貢献。2010年には、ノルウェーとデンマークの両国で年間最優秀 GK に選ばれた。2010年11月27日、マンチェスターユナイテッド FC に移籍。契約期間は3年半、移籍金は推定350万ユーロ。年明けの1月29日に行われた FA カップのサウサンプトン FC 戦で公式戦デビューを果たす。しかし、1年目はリーグ戦での出場はなかった。正 GK だったエトビン・ファン・デルサールの引退に伴い、翌2011から12シーズンはアトレティコ・マドリードから加入したダビド・デヘアとレギュラーを争う意思を公にする。9月14日に行われたUEFA チャンピオンズリーグの SL ベンフィカ戦では、デヘアに代わって、先発出場し攻守を見せた。10月1日のノリッジシティ FC 戦では、プレミアリーグデビューを果たし、無失点に抑える。これ以降、出場機会が増え、翌年1月8日には、FA カップ3回戦でのマンチェスターダービーにも、出場。リーグ戦8試合でゴールを守った。3年目の2012から13シーズンもデヘアとの熾烈なレギュラー争いは続き、開幕時はスタメンを譲ったものの、秋頃から先発の座を奪い返した。しかしながら、レギュラー定着には至らなかった。2015年8月31日、フリートランスファーで、ウエストブロムビッチアルビオン FC への移籍を発表した。契約期間は2017年6月30日までの2年である。2017年9月、バーンリー FC と1年契約を結んだ。2010年9月7日に行われた UEFA ユーロ2012予選のアイスランド代表戦でデンマーク代表デビュー。現在はカスパー・シマイケルと正 GK の座を争っている。ありがとうございます。